小高い丘の上にその神社は存在します。今週の茨城神社旅は笠間市にある稲田神社です。創建はなんと1200年以上も前、茨城に7社ある明神大社の一つである稲田神社。明神大社とは、国の一大事の際に朝廷から幣箔、つまり神様に供えるお供え物を賜って臨時の明神祭を行うことができる、霊験の優れた明神であることから明神大社と呼ばれています。茨城ではあの鹿島神宮や神磯で有名な大洗磯崎神社、坂面磯崎神社、水戸の吉田神社、那珂市の志津神社、筑波山の筑波山神社が明神大社と呼ばれていました。まさに茨城県を代表する神社の一つなのです。そんな由緒のあるこちらの神社、お祭りされている神様は串灘姫の御子と天照大御の神の弟スサノオの御子と結婚した女神です。実はこちらの神社から車で5分ほど行ったところに、この串灘姫の御子が降臨したと言われる場所があります。現在は稲田神社の奥の院というふうになっております。そこがこちらの神社のご由緒と深く関わっているのです。階段を少し上がったところに手水舎があります。きれいに保たれた手水舎、気持ちよく身を清めることができました。残り半分の階段を上れば、いよいよ稲田神社の拝殿です。自然に囲まれた静かな場所に鎮座する、なんとも趣のある神社です。境内には夫であるスサノオノミコトを祀る社が、そして串稲田姫のミコトのご両親をお祭りしている社があります。結構広い境内になってますね。境内を歩いているととても清々しい気持ちになりました。拝殿右奥にある立派な境内社が夫であるスサノオノミコトを祀る社です。八雲神社と呼ばれています。拝殿の左右には串稲田姫のご両親の社がありました。ところでスサノオノミコトと串稲田姫はなぜ結婚したのでしょうか。それは古事記にも登場する大和のオロチ伝説が関係しています。スサノオノミコトはあまりに粗暴な性格から高間ヶ原を追放されました。地上に降り立ったスサノオノミコト、出雲の国の日の川あたりに来ると娘が一人年老いた両親と泣いておりました。その娘こそが串稲田姫のミコトだったの。なぜ泣いているのか
スサノオノミコトが聞いたところ、ご両親が説明を始めました。この山奥にヤマタノオロチという頭が8つもある大蛇が住み、1年に一度この里に出てきては娘を一人ずつ食べるというのです。そのため8人もいた娘たちも今では串稲田姫一人となってしまったそうです。今年もまた大蛇が娘を食べに来る時期になってしまいました。話を聞いたスサノオノミコトは大蛇を退治することにしました。そこでまず家の周囲に垣根を作り、そこに8つの入り口をつけ、入り口ごとには強い酒を入れた大きな亀を置きました。しばらくすると辺りが急に暗くなり、不気味な物音とともに大蛇がやってきました。8つの頭にはギラギラと真っ赤な目が気味悪く光っていたそうです。大蛇は亀を見るや勢いよく酒をガブガブと飲み始めました。スサノオノミコトは大蛇にそっと忍び寄ると、手にした剣で大蛇めがけて切りかかりました。しかしそれに気づいた大蛇はスサノオノミコトにめがけて飛びかかってきました。するとスサノオノミコトは襲いかかる大蛇を次々に切り倒していきました。最後に尻尾を切った時、立派な剣が出てきたそうです。スサノオノミコトは尻尾から出てきた剣を姉であるアマテラス大御の神様に献上し、その後長く串稲田姫とこの地で暮らしたそうです。これがヤマタノオロチの伝説の内容です。そのような伝説のある神様を祀っている稲田神社、ご神徳は母の大愛を備えられ、慈悲仁愛の徳高く、願い事は必ず聞き届けられると伝わっています。そんな串稲田姫をお祭りする稲田神社、その御祭神が降臨したという泉がこの近くにあるそうです。ぜひその奥の院に参拝してみたい、そう思い、宮司様宅で場所を伺い、そちらに向かってみることにしました。本当にここに車を止めて大丈夫なのかなと思ってしまいましたが、大丈夫なようです。ご由緒によると、こちらには清らかな良い水が湧き出る吉井というものがありました。人々はこちらに水を汲みに行きます。するとそこに稲田姫が現れ、我今降りてここにいらんとす、よろしく我父母の祠と我夫妻の宮を営み、吉井の水と三田の稲を持って酒飯を作り、我に奉ぜよと仰せられたのです。こうして稲田神社が創建されたのでした。こちらがおそらく吉井と呼ばれるところだと思います。今でもこうして残っているのですね。こちらに串稲田姫が現れたのでしょうかね。階段を登った先に祠があります。こちらが稲田神社の奥の院です。静かな森の中で古の伝説に思いを馳せることができます。
1200年以上の歴史を持つ茨城の明神大社の一つである稲田神社。ぜひこの静かな森の中で古代の神々に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。ぜひ茨城神社旅の概要欄をご覧ください。スマホからですとタイトルをクリックするとこのように概要欄が表示されます。こちらの URL をクリックすると茨城神社旅のコミュニティを見ることができます。撮影の舞台裏や当番組をより良くするためのアンケートなどを実施しております。皆様からご意見ご感想をいただくと本当に助かります。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。笠間の稲田神社いかがでしたでしょうか。最後に神社の基本情報です。住所は笠間市稲田763。トイレはありません。御朱印は神社階段右手の宮司様宅でいただけます。車は神社階段前に停められるそうです。それではまた来週金曜20時にお会いしましょう。